はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第19章ですね、やっていきたいと思います。とりあえず街でやることは今のところないかな。マイルームもな、微妙だったからな。とりあえず次の章そのまま行きましょう。19章70の塔とかいうところにいるな。虹の賢者レオンの助けを得て知恵の国ノートルディア公国に向かった一行は、マークスを暗夜最強の騎士にした虹の賢者と会うために命がけの試練を受けることになった。試練か。虹の賢者、まあどんな試練でもやってやるさ。別に至って普通の街だなこれも。おお、いきなりワープしてきた。街に誰もいない。本当に一瞬で着いたね。ついさっきまで暗夜王国の森にいたのに。でもこの地は間違いなくノートルディア公国だ。これでひとまずは安心だな。ここは小国ながら難攻不落とされている国。まだ暗夜王国の兵も手を出してはいないはずだ。今頃暗夜兵たち僕たちのことを探しているだろうね。そうだな。今暗夜王国を離れたのは得策だったのかもしれない。俺たちがいない間に奴らは躍起になってあの森を探すだろうからな。よし、じゃあできるだけ早く用を済ませて森の出口まで戻りたいとこだね。捜索も諦めて兵が戻ってきたら元も子もない。ふん。レオンの話だとマークス王子はここで虹の賢者に会い暗夜最強の騎士になったのだったな。それならまずその賢者がどこにいるのか情報を集めねばいかん。誰かこの辺りに人は。あそこにいるおじいさんに話を聞いてみよう。一般人でわかんの？あのすみません。おなんじゃ旅の方か。僕たち虹の賢者という方にお会いしたいのですが。虹の賢者、あれに会うのはやめた方がいい。命が惜しければな。何か知っているんですね、教えてください。いや、教えることはできん。あの者に会おうとして戻ってきた者はほとんどおらんのじゃ。なるほどな。ほとんどということは戻ってきた者もいるということだ。それは暗夜王子マークスのことか。お前さんよく知っておるな。マークスという者は4人目じゃ。これまででたった4人しか賢者に会って戻ってきた者はおらぬ。1人目はかつての白夜王スメラギ、2人目は若かりし頃の暗夜王ガロン、3人目は名も知らぬ騎士であったと聞いておる。まさかスメラギ王にガロン王まで。おじいさん、僕たち危険は覚悟の上です。どうかその賢者のいる場所を教えてください。わかった。そこまで言うのなら向こうに山が見えるじゃろう。はい。よいか。あれはノートルディア山といってな、大陸の峰にも負けないほどの高峰じゃ。あの頂上に70の塔がある。70の塔。いかにも。虹の賢者はその塔の最上階にいると言われておる。じゃがさっきも言った通り、ほとんどの者は最上階に行く前に命を落としてしまうそうじゃ。そんな。塔の中に一体何が。それはわしにもわからん。何せこれはただの噂話じゃからな。本当のことはたどり着いた者にのみ明かされる。こんな老いぼれには知る由もないことじゃ。ありがとうございます。おじいさん、いろいろ教えてくださって。構わんよ、役に立てたなら幸いじゃ。健闘を祈るぞ。はい。虹の賢者に会い必ずここに戻ってきます。行こうみんな、ノートルディア山へ。怪しいおじいさんだ。1,2,3,4 5人しかいない。いや5人だと思ったら4人だった。結構立派じゃん。みんな大丈夫かい。大丈夫だ。みんな遅れずについてきている。ミカミックス、何か建物が見えてきたぞ。もしかしてあれが。あれが70の塔。たどり着けたということはここが頂上か。最初の試練はなんとか乗り越えられたようだな。
だけど本番はこれからだよ。あの塔の中に入り最上階までたどり着かなければ、僕たちはマークス兄さんにもガロン王にもかなわない。あ、そうだな。よし行こう。必ず全員で生きて戻ろう。みんなとならきっとどんな試練だって乗り越えていける。塔っていうよりは屋敷だなあれ。お、いきなり戦闘かよ。しかもこれ何、全員で行っていいの？一人ずつ試練じゃないの？まあ試練の内容がどうなろうといいけどね。とりあえずいつものメンバーは入れときましょう。オロチ、サイラス、フェリシア、サクラ、ユーギリ、リョーマ、クリムゾン、タクミ。あと何人だ？あと4人か。どうしようかな。レベル的に。ひなたとモズメ入れて、サイゾウをちょっと入れようかな。どうしようかな。ここら辺だよな。いつも悩むのが。錦。あ、しまった、錦。レベルアップさせてない。上級職になれるのに、とりあえずこいつは今回保留だ。そうすると、サイゾウ入れよう。サイゾウとおぼろでいいや。よし。敵全滅。敵って何？何が敵なの？普通にいる。幻影兵、ジェネラル。42とか超強えんだけど。まずこいつを突破しないと。てか何これ、どうやって行くの？向こう側に。何これ？階段。あ、階段か。マジか、階段を登っていくのか。降りていくんだかわかんないけど、まあ。とりあえず、部屋にいるやつ。匠が即攻撃できんな。げ、一発で倒せる。さすがだ。44プラスかける2って異常な攻撃力だな。あとは射程2のやつで、龍馬が攻撃できるからな。何 ?3% かでも。こいつはあれだな、呪い師っぽいみたいな。あ、ミスった。それ 3% は当たんないだろう。龍馬異常だな、この回避率。お、レベルも上がった。かなりの強キャラだな、こいつは。めっちゃ上がるし。よし。なるべくならな、全員でちょっと行きたいから。階段を登ってくる形跡はない。二手に分けるかどうするか。とりあえず、なんかこれ一人ずつじゃないといけないとかある？これ行ったらどうなるんだろう。ちょっと俺を行かせてみよう。行けねえし！やばい！これはマジやばい。とりあえずグレートナイトこいつここにやって、いきなり狙われるぞこれ。大丈夫か？マジか、一人ずつか。いけないよな。おお、とりあえず終了しないと話にならない。来た。こいつで無双するしかない。甘い、強い、雑魚、身の程を知れ。お、ようやく2レベルか。うん。弓は単純に技が上がっていけばいいのかな。うわー、狙われた。だが、この防御力をもってすれば、あ、そうだ。魔法には防御力意味ねえんだ。いや、回復ユニットをちょっと派遣しよう。匠どうする？とりあえず、ここにいよう。で、こっちは、あと俺を派遣して、こっち射程に、あ、射程に来るな。ちょっと傷薬使おう。で、回復できるからフェリシアをちょっとこっちに派遣しよう。階段やると、あ、一応攻撃はできる、倒せる。よし、俺がついている。いや、お前なんかついてなくていい。今のフェリシアは最強だからな。最強フェリシア。あ、一応動けるじゃん、ここ。なんだよ、待機しちゃったのがいけなかったのか。じゃあ、ひなたもこっちに派遣して、で、階段から一歩動ける。一歩しか動けない。あ、フェリシアももう動いちゃったかな。とりあえず、じゃあ、これで。まずフェリシアをこっちの方にやって、壁、お前は壁だ。龍馬どうしようかな、こっちに派遣するか。で、こういうことか。なるほどね。
射程2のやつはオロチをこっちへ派遣し、あ、オロチこうか。あとどうしようかな、誰だ、あ、コウギリか、コウギリじゃなくてユウギリか、毎回間違えるな、もう。いや危険だな、ちょっと離れとこう。でドラゴンナイトちょっとこっちにやるか。うわ間違えた階段には何回でも行けるけど一歩使っちゃうんだな。一応サイゾーをこっちに派遣して、サクラどうしよう、こっちだ、いけない。ダクアはこっちにやっとくか、なんとなく進めない。もう階段のシステムがいまいちわからん。来た、狙ってきたか。お、メイドちゃんがいる、メイドちゃんがいって、なんだこの獅子舞みたいな持ってるやつは。来たか、そうかな、おりゃ。防刃を敷いてるからな。これは究極のフェリシアでぶっ倒すしかない。お命ちょうだい。敏腕メイドですから。さすがだ敏腕メイド。でお前を、あ、倒せないか。龍馬を派遣するか、一応サイゾーはいけねえな。龍馬で行くか、なるべく安全に倒したい。行きますよ、おりゃ。よし、全然経験値をもらえない。おお、マスタープルフ。まあなんとなく歌っとくか。レベルアップ。こいつはもうこのままこの職業でいいかな。頑張る。こいつをぶっ倒さないといけない。メイド、このメイド誰で倒そう。あ、しまった、オロチも20レベルだった。しくじったな。タックミを使うか。最強だなこいつは。恨まないでよ。レーザービーム超強い。敵は階段を多分登ってこないと思うから行けるだけ行っとくか。とか言って階段に来たりしてね。お、進める進める。夏が1個しかない。あ、下にあった。おー、壊れちゃったよ。でとりあえず全員こっちの階層に来たな。よし、誰を最初に派遣するかも重要だからな。とりあえず自分を派遣しとこう。あ、こっちに来た、真ん中に行くかと思った。これなんか狙われんな。一匹倒しといた方がいいんじゃないか、倒せるやつは。ここに行くか。倒せんな。 96%、 100%。 あー、こいつは反撃不能だからこっちにしとこう。リブローって何、リブローって。おりゃ、いいね、こいつに人を持たせたんだよな。そういえば射程2の武器、射程2の武器はだいぶ使えるからな。これ多分行ったらいけねえな。クリムゾーン、階段の、あー、やばい、これ狙われる。うおー、しまった、これはやばいぞ。ぶっ殺される前にぶっ殺せるか。あ、弓だからいける。援護するよ。おりゃ、諦めない。精一杯。悪いね。特攻されるとかなり危険だもんな、これ。オロチ。あとは匠を先に階段にやっとこう。いけねえじゃねえかよ、もうこれ以上。なるべく近場に寄っとかないとな。
じゃあこっちは、まあ、まずはグレートナイトだな。こいつを壁役として、送り込むだろう。あとは、またフェリシアを送り込んで、リョーマも送り込もう。で、再造を。いけない。また詰まった。なんとなく歌を歌って、ここめんどくさいな、そのシステム的に。ほいっと、やばい、狙われた。27も食らうのか。うおー、強い。うお、ごつい。サイラスマジごつい。あぶねえ、なんとか生き延びた。回復客がいねえし、派遣しないと。匠で、とりあえずこいつをぶっ倒す。消えろ。どうってことないね。おお、どんどんレベル上がる。まだ全然3レベルだからな。経験値上げてって。いいだろう。うおー、3とかいって。よし。人を何気に強えな。おっと、弓と変わらねえな。レベル上がった。こいつすっげえな。マジ強いぞこれ。なんだ、竜盾スキル。竜突の盾バージョンか。時々ダメージを抑えるみたいな。てかやばいやばいやばい、マジでやばい。夏、なかなか回復したな。もじめちゃんを、もじめちゃんをあと1レベル上げたいな。ここで村人から上級職になって、あ、ここに、ここに宝箱がある。全然分かんなかった。こっちにも宝箱がある。誰か宝の鍵って持ってなかったっけ。まず龍馬でこいつぶっ倒そう。銀の刀お命ちょうだい。すげえな、どういう仕組みだこれ。雷神刀とか言って、再造機動力が低い気がすんな。騎士の誓いだ。おりゃー、なんとかなりました。レベルアップ。こいついくつだ。23か。魔力がげっていうか1個しか上がんなかった。しょうぼい。あとからの鍵で、あとまたこいつらが詰まってるからな。あいつ弓じゃないよな。ドラゴンナイト系はちょっと弓マジで危険だな。歌おう。フェリシアに歌え。で先へ進む。こっち側誰かが鍵持ってなかったっけ。敵から奪った気がする。あ、こいつが持ってんな。よし、鍵を開けよう。おお、なんだかよくわかんない。金の棍棒。無駄。いて。重装砲兵だから2回食らうか。誰だ、そう、再造で倒そう、ここは。ちょ、レベル低いからな、再造。行くぞ。おい、横取りか。いや、むしろ倒してもらっただろう。ようやく16。で、ここにいるとちょっとずつ回復していくからな。またなるべくだったら階段の近くで一回待機をしていった方が多分先に進みやすいんだな。こんな感じでいいや。で、匠派遣するだろう。主人公も派遣するだろう。で、オロチ一応ここにやっとくか。モズメだな、モズメ。モズメレベル1上げたい。よし、これでいいや。たら安全に先に進めるな。
再造で開けて、おお、秋祭りは役立つからな。ちょっと待って、もう一ターン、何これ、どっから階段、あー、これで真ん中に来て最後真ん中ってことか、そういうことだな。だったら全員で総攻撃をかけた方がいいから、モズメをもう少しちょっと打つ端に寄せて、モズメをここにやって、で匠をいきなり階段から出そう、で龍馬も階段から出そう、よしこれで完璧だ。で匠をいきなり階段から出して、37、うん、殺せんな。ここで待機をさせてモズメで倒す、倒せるか、うおー倒せねえか、減らせる必要があるな。あー、もうこっち来ちゃったじゃん戻れないなんてことだ、来たね、おりゃ、こいつらの相性度が低いからあれかな、援護攻撃もちょっと弱いのかな。そうするとミコちゃんがいるじゃん、ミコちゃん、ミコちゃんたまには戦いに参加させよう。こいつは射程2で攻撃できるからな。追いはぎのワユミ、それはよくわからん、追いはぎって。おお、すっぱだかになった、終わりました。だから何なの、レベルアップ、魔力高いね。よーし、って言ってもあれは変えるからな、一応前線に出しとくか。弓兵はいないよな。オロチ、オロチ今回ちょっと役立たずだったな、レベルが20になっちゃってたからな、忘れないうちに上げないといけないな。よし、いきなり龍馬を出す、後ろのやつ倒せんじゃないのこれ、このまま常任爆炎手裏剣持ってる、しかも緑ってことはこれパクれるってことじゃん、行くぜ、うん、念力、よし、なんて念力だ、よった、これちょっと爆炎手裏剣くっつけて進化させよう、ぬー倒せないけどまあいいや、減らし役として、そりゃで、あとはまたちょっとレベルの低い、うわー、おもろ、レベル低いなーっていうか、サイズの方が低いからな、倒せねえっていうかできねえし、おぼろで倒すか、とりあえずまず上級職に、うおー届かない、もしや、あ届いた、こっちか、上級職にあげたい、上級職にあげるだけでステータスがアップするからな、当然、あと何匹いる敵、あと真ん中のここだけじゃ、うわーなんか固まってんな、剣聖がいる、剣聖が、剣聖って何の職業だ、よし、ちょっと次のターンはまだ階段に固まる感じで、例によって匠は早急に出すだろう、こいつ倒したい、バーサーカー15しかないヒットポイント、多分攻撃力がむっちゃ強えんだな、やっぱりモズメだよな、モズメここで20にしたいから、で、あと龍馬をここにやって、真ん中は主人公でいくか、待機、あとはもう適当に外壁から固めて、どんどん侵入していくか、フェリシア近めにやっとこう、夕霧ちゃん今回あんまり役に立ってないな、役に立ってないっていうか強すぎて戦闘に出してないからな、再造もとりあえず宝箱開けには役に立ったか、 OK、 進軍せよ、待って待って、いけるだけ行こう、おー倒しちゃうか、モズメちゃんどうだ、そうするとう
わ、死ぬ、死ぬけど倒せる。折れたりしない。攻撃を食らう前に倒す。よーし、やったー、レベル20になったチャキンチャキンチャキン。うおー、あんまり上がんなかった。寮生長がなんかな、微妙だったな。匠を出すか。どこまでいける、こいつぶっ倒せるか。やばい、攻撃を食らう。どうする、ここは、ここはちょっとガード役を使うか。いや、寮までいけんじゃないか。うお、強い、こいつは強いな。なるべく集中攻撃を食らわない陣形でいこう。こう横に並べれば多分そんなに食らわないんじゃないか。あとは、まあここら辺から適当に配置していくか。クリムゾーンで、サクラと、フェリシアも入れとくか。やばい、階段が詰まってきた。ユーギリちゃんも進めるけど、こっちに置いとくか。で、おぼろを入れて、こいつ適当に歌うか。あと一人しか入れない。仲間外れは才蔵かオロチか。才蔵だな。うん、ここで我慢してくれ。来た、狙ってきたか。僕は本気だ。弓だからな、反撃ができない。あと誰だ、レベル上げたいやつ。こいつか、倒せるかな。倒せるな。まあ、いくか。信じて。おれ、うおー、かわされた。マジか。しょうがない、かわされてしまったけど。おっと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 、こいつボス、ジェネラルがボスっぽいマークしてんな。あと誰かいるか。サイゾウくらいしかいないけど、サイゾウは無理だろ、届かないよな。いた、おぼろがいる。おぼろで倒すか。 49%、 マジか、かなりの回避率を誇ってるな。フェリシア、フェリシアちゃん 73%、 相性が良くて 73% か。うわ、かされた、マジか。おぼろ攻撃するか。 59%、 ただ攻撃力が超弱いな。うわー、マジで。モズメはもういい、匠ちょっとここ攻撃しとく。よくぞ最上階までたどり着いた勇敢な者たちよ。試練の終わりは近い。私たち党の番人を倒せば賢者への扉が開かれるであろう。なるほど、こんな大人数できてもいいわけね。あ、倒しちゃった、多分倒しちゃったよこれ弱い、党の番人マジ弱い。見事だ、そなたらこそ5番目の勇者にふさわしい。5番目どころじゃねえだろ何人いるんだよこれ。だってみんなさ、一人で挑戦したってこと？他のやつらは。ガロン王とか。どうしようかな。こいつ厄介だな。倒せるか？ 27% 絶対当たんねえし。なんだ？こいつ色なんだ？赤だから、赤に強いやつがいい。あ、こいつちょうど赤に。強くねえよ、弓は。赤に強いやつ、赤に強いやつ。いねえし、赤に強いやつ。いたー、モズメちゃんだ。でもモズメちゃんな、もうあれだしな。赤赤でいくか、じゃあ。58%。当たれ！よし、手こずらせてくれる。いい相手だった。お前は最後持ってっただけだけどな。どうしようかな。射程2。
夕霧でこいつを狙ってせいやおわマジか人雷の薙刀超欲しい緑だからこれは落とすんじゃないか人雷の薙刀いただく裸になったぞ裸マン裸なんなのマジでかわいそすぎるやったー追いはぎとりあえず一旦春祭りはいらないなついに最上階にたどり着いたこの扉の向こうに虹の賢者が気をつけろミカミックス油断は禁物だもしかしたらまだ罠があるかもしれん分かったなんだか緊張してきたなよしじゃあ開けるよ1、2の3なんでそんな掛け声がおおこれはおよく帰ってきたのお前さんたちん、どうしてここにだって僕たちあの山を登って塔の最上階にたどり着いてそれで何も不思議に思うことはあるまい塔の最上階の扉は最初からこのジジイのいる場所につながっておったのじゃよまさかそれじゃあ虹の賢者っていうにはいかにも虹の賢者とはこのわしのことじゃベタすぎるだろう試練を乗り越えよくここまでたどり着いたお前さんたちこそ5番目の勇者じゃたちこそってなんでなんで複数なの僕たちが5番目のそれじゃあ僕たちにも力を与えていただけるんですよね力はいマークス王子はあなたと出会い何かを手に入れることで暗夜最強の騎士になったと聞きましただから虹の賢者にお会いすれば何か特別な力が入るのだと特別な力のその力はわざわざわしが与えずとも数々の試練を乗り越えたお前さんたちのものになっておる試練に挑む前と比べて体が軽くなっておるのを感じんかいや別にそんなことは感じないそうじゃろうそうじゃろうあの試練で身についた実力こそここで得られる力なのじゃよありがとうございます虹の賢者様かりんとうみたいな感じなのかな超浸水あれ超清水どっちだっけどっちかが普通の水なんすよねいやわしは何もしとらんよそれよりミカミックスお前さんは人痘やとの神を継ぐものじゃなどうしてそのことをもしや強化してくれるそれに僕の名前もわしには何でもわかるのじゃよお前さんたちが今まで何をしてきたかそしてどこに向かうのかもなわしは伝えねばならぬ人痘を継ぐ者ミカミックスは真の平和のために炎の紋章の謎を解き明かす運命にあると炎の紋章確か風花さんもおっしゃっていましたこの八戸の神は炎の紋章を継ぐ鍵になるつなぐ鍵になるとよいか炎の紋章に至る第一の道しるべをわしが示そうお、なんだこれが読めないんだよね風神弓風神弓を継ぎし白夜の勇者よ僕のことですかその風神弓を掲げるがよい風神弓を継ぎし者八戸の神を継ぎし者よ互いを見互いを思うのじゃその思いこそが炎の紋章を動かすなんだ結局強化してくれるんじゃないんだねマジこの弓の方が全然強いかな金器を犯せし者五色を継ぎし者我が名に答えよ炎の紋章よなんか錆びた剣みたいだなこうやって見るとあんまり強そうじゃないあ別の形にこれはこれなるは八戸の神空也静かにして穏やかなる夜を導く八戸の神の新たなる姿じゃ不思議な力を感じるこれが炎の紋章いやこれはまだ道半ば真の炎の紋章の姿ではない
じゃがいずれそこに至るであろう。いずれな。わしが言えるのはここまでじゃ。さあ先を急いでおるのじゃろう。早くアンヤ王国の森へ戻るがよい。アンヤ軍はお前さんたちを探して南に移動しておる。今なら楽に北側に入り込めるじゃろうて。本当ですか。おお、ヤトの神クーヤを手に入れた。主人公の武器は勝手に強くなった感じだな。そうすると僕たちはあなたにお会いできたことを誇りに思います。そう言ってもらえると嬉しいの。わしもこの身が果てる前にお前さんたちと会えたことはこの人生にとって数少ない幸運じゃったよ。またきっとお会いしましょうね、虹の賢者様。賢者様。そうじゃな、いつかきっと会おう。さようなら、ミカミックス。はい、さようなら。こいつの寿命はもう終わりか。ありがとう、ミカミックス。どうか幸せに生きるのだぞ。神の時代より生き続ける我の命はもう残り少ない。もう二度とお主らと会うことはかなわんが、いつか平和になった世界を遠い場所から見守っているぞ。はい、ということで第19章終了して、ヤトの神がとりあえず進化しましたね。あとちょっと上級職に上げないといけない人たちがいるんで、忘れないようにしないといけないので、まあ次やっていきたいと思います。